日本政府から次期戦闘機開発について日本、イタリア、イギリスで共同で行うと正式合意を発表しました。日本は純国産で F3 戦闘機開発を進めていましたが、開発スピードに拍車をかけるため3国での共同開発を決定したというわけです。今回は次期戦闘機開発には必須の IHI 社製 XF9 エンジンについて詳しく見ていきたいと思います。1800度 C という高温に耐えるタービンや 180kW の発電能力など様々な要素で F22 ラプターを超えるエンジンに世界が震えているそうです。2022年12月16日、現岸田政権は、改定した安保関連3文書の閣議決定を行いました。これによって、今後の日本の防衛政策の指針となる方策を定めたことになったのですが、今後は、スタンドオフミサイルや反撃能力の保有が具体化されていくことになると思われます。この決定によって、それぞれ、具体的な装備品開発や調達について様々な分野で加速していくとみられますが、現在日本の置かれた安全保障環境が厳しさを増している苦しい現実は多くの人が認識しているところですから、こういった方向性を批判する声は少なくなったように感じられます。マスコミが取り上げなくなったため声が小さくなったという雰囲気を醸し出している嫌いもあるようですが、この安保関連3文書の改定内容ですが、近年でも例がないくらいのレベルで、日本の防衛施策について抜本的見直しが含まれているようです。その中でも、組織としての大きな変革が予想されるのが、名称変更にも言及された航空自衛隊と思われます。国防政策を大きく変える安保関連3文書ですが、その中でも最上位と言われるのが、国家安全保障戦略です。航空自衛隊は、その中において、航空宇宙自衛隊という名称へ変更されることが記されました。これは、つまり、宇宙空間までも、作戦実行領域とする意図を明らかにしたもので、要するに作戦範囲を拡大することを打ち出したものと言えましょう。宇宙という名称が付加されると、なんとなく、ガンダムやエヴァンゲリオンなどのアニメの世界を連想してしまいますが、すでに、多くの国では、宇宙軍を独立した軍組織の一つとして確立させている国も少なくないのです。日本の場合、既存の航空自衛隊を拡大し、担当エリアを宇宙領域にまで広げることを選んだものと思われます。実は、航空宇宙自衛隊の呼称変更を含む構想は、安倍政権時代から唱えられていたものでした。そして、今年の春にも、与党自民党の提言の中でも使用されているので、いきなり出てきたというわけではないのです。とはいえ、今まで使い慣れ、呼び慣れた航空自衛隊の名称が変わるということは、特に略称が今の空自とからどうに変わるのかが個人的に気になるのですが、しばらくは少しの違和感を覚えることは仕方のないことだろうと思います。こういった組織の名称変更という大きな変革を迎えようとしている航空自衛隊ですが、直近の最大のニュースといえば、やはり12月に、イギリス、イタリアとの3カ国による共同開発が正式に発表された次期戦闘機開発ではないでしょうか。空自の現在活躍中の F2 戦闘機は、2035年から段階的に退役を迎えることになります。それに、時期を合わせて、代替機を次期戦闘機として開発することになっていたのですが、約2年前までは、従来同様、アメリカとの共同開発が基本路線とみなされていました。
その理由は、次期戦闘機のみならず、日本の防衛体制というものが、唯一の軍事同盟締結国であるアメリカの兵器システムを根幹に据えているからです。そのため、政治的にも防衛産業的にも、アメリカ以外の国と共同開発を行う可能性は、著しく低いと見られていました。つまり、日本は、アメリカの傘から出られないというか、出ようとしないと、世界的にも見なされていたということかもしれませんね。こういった事情のせいで、次期戦闘機については、日本側が開発主導権を握りたいと希望しても、結局は、アメリカのロッキード・マーチン社の技術的な支援を仰ぐことが必須とされ、現行の F2 戦闘機同様の布陣が予想されてきたのです。この F2 戦闘機は、よく知られていますが、アメリカの F16 ファイティング・ファルコンを土台に、日本が必要な追間攻撃能力の拡大するに、重点を置いて開発された機体でしたが、この時も、100% の国産化を主張する意見もあったようです。とは言っても、当時の日本には、単独で戦闘機用ジェットエンジンを開発するレベルの技術は、持ち合わせてはいませんでした。その事実と、たまたま、日本は、アメリカとの貿易で、大きな黒字を出していたことも重なって、日本とアメリカでの共同開発に落ち着いてしまったのです。戦闘機用の優れたエンジンを自国で製造できるか否かは、戦闘機開発の根幹に関わる重要な問題です。軍事大国中国も、国産で第5世代の J20 戦闘機を開発しましたが、量産化できるようになったのは、エンジンの国産化がやっとできるようになったからです。それまで、中国はロシアから、戦闘機用エンジンを購入したり、ライセンス生産する方法をとっていましたが、ようやく国産化の目途が立ったというわけです。実際に戦闘機を純国産化できる能力を確立したとも言えましょう。では、ここで西側諸国の様子を見てみましょう。戦闘機エンジンは、主にアメリカのジェネラルエレクトリック社、プラット&ホイットニー社、そしてイギリスのロールス・ロイス社の3社が中心サプライヤーとなっている状態がずっと続いています。このような状況ですが、日本の IHI 社は防衛装備庁と共同で戦闘機用エンジン開発に取り組み、通称名新進というステルス実証実験機 X2 に搭載する XF5 エンジンを手掛けながら、製造技術を蓄積し続けていたのです。この XF5 エンジンは、ターボファン方式を採用したジェットエンジンで、アフターバーナー機能も備え、双発で搭載する場合には、合計推力が10トンを発揮できるように開発され、それ以後の礎となっていったものです。防衛装備庁の依頼により、IHI 社は、2010年 XF51 を土台とした新型ジェットエンジンの研究に着手しました。エンジンを構成するコアとなるパーツの研究を行いながら、段階的に国産の戦闘機用エンジンを現実のものにしていくということです。IHI 社は2015年から2019年にかけ、次期戦闘機搭載を前提とした新型エンジンの研究、開発を推し進めました。2018年6月、試作機である XF91 を防衛装備庁に1機納入し、国産化への道を切り開いたのです。それ以降、2020年7月までの期間で防衛装備庁に納入された XF91 に各種の性能試験が行われ、その過程で確認された性能は、世界的基準に照らしても、戦闘機搭載用エンジンとして、何ら遜色のない数値を叩き出しました。XF91 エンジンのサイズですが、
軸長約 4.8 メートル、空気吸入口部分直径約 1.0 メートルのターボファン形式で、通常推力はマックス11トン、アフターバーナー使用時にはマックス15トン発揮することが確認されています。他のエンジンと比較してみましょう。F16 ファイティングファルコンや F15 イーグルに搭載されているプラット&ホイットニー社の F100 エンジンは軸長約 4.8514m、空気吸入口部分直径約 1.18tm ですから、ほぼ同じサイズと見られます。しかし、XF9 は F100 と比べると断面積推力はおよそ 30% 上回るとされ、その数値は F22 ラプター搭載のプラット&ホイットニー社の F119 エンジンに匹敵する能力と言えるのです。また、XF9 はタービン部分の入り口付近温度は 1800°C の高温に達しますが、高温に耐えうる素材の鋳造や加工技術がそれを可能にしたもので、その観点からも世界的水準を満たすものと認められます。そして、XF9 は近年の戦闘機エンジンとして高い数値が求められる発電能力についても、一体型スタータジェネレータを採用することで約 180kW の数値を誇り、アビオニクス類や兵装への供給も可能になりました。今後の戦闘機機関部について重要要素と考えられるのは、機体のステルス性能を極限まで高めるためのコンパクトさ、稼働時の本体に生じる熱を冷却しコントロールすること、大電力供給の3点とされています。日本の次期戦闘機開発において、イギリス側で機関部を担当するのは、高級車で有名なロールス・ロイス社ですが、IHI 社の試作機である XF91 は、それらの項目についても、一定の評価を得ていると見られるので、今後の動向に注目が集まりそうです。ちなみに、ロールス・ロイス社は、昨今のヨーロッパの政治的流れを反映しているのか、戦闘機用機関部にもカーボンニュートラル概念を導入する方向とみられていて、どうやってそれを実現しようとするのかにも留意する必要があるでしょう。余談ですが、ロシア・ウクライナ戦争の世紀は、ヨーロッパでのロシア産天然ガスへの依存を断ち切り、カーボンニュートラルの流れの再生可能エネルギーの普及をさらに促進するという意見もあるようです。といっても、電力インフラへロシアからの攻撃を受け、停電が頻発しているウクライナの状況を見れば、2011年の東日本大震災時の停電を思い出さずにはいられません。国内の動力源の多くを電力に依存する生活は、とても危ないと思うのですが、どう感じますか？